どうも、ブカバリです。今回は、アトモス吉祥寺、そう、ジョージタウンの吉祥寺に行ってきたんですけど、その時の様子をお伝えいたします。まあ、あれですね、こんな感じだったんだよ、感で見ていただけたらと思います。それでは、どうぞー。はい、ということで、こんな感じです。はい、店内入りますと、最近の、エアマックスが、並んでます。ね。こんなちょっと派手なね、あの97とか、あと720ですね、エアマックスの。このなんか、すげえなんか、光りまくってて、なんか、ゴキブリ風味なんじゃないかな感の一足でしたね。あと、富士山マックスですね、これが。これなんか、シューターの富士山は、すごいかっこいいんですけど、で横の、なんか、ドゥイットだかなんか入ってるじゃないですか、でかく。これがね、ちょっとどうやってる感が強すぎて、なんかちょっとしっくりこないですね。だったらグレー単色でいいのかな感あります。はい。あとこちらが、マンゴー色風味なんじゃないかな感の一足のマックスがありました。はい。あとこれとかもね、多分店舗限定の、マックス95です。はい。個人的にはね、この、マックス1がすごいかっこいいなってずっと思ってたんですけど、はい。ちょっとセール待ちなんじゃないかな感です。はい。これもマックス1のね、一部のじゃねえや、店舗限定のやつで、で、この97が僕、グレーにね、ピンクの色で、これすげえかっこいいなと思ってて、これめっちゃいい色っすね。あとこのグレーに紺が入ってるのも、なんかダサすぎてかっけえみたいな。ダサかっけえってやつです。今流行りのですよ。はい。なんかダセえっすよね。これいいっすね。あとこれが、アトモス限定別注なのかな？なんかね、木の柄。なんか落ち葉柄じゃないけど、なんかシュプリーム風味なんじゃないかなかの、落ち葉柄風味なんじゃないかなかの一足で、なんかね、秋らしい、秋というか、秋っぽい色ってな、秋関係ないけど、はい。あと、なんかベージュで、なんかなんですかね、このスタイリッシュ感の97とか、あとこれ、少し前にめっちゃ流行ったやつ、アディダスのダットシューズですね。はい。あとね、アマテバのサンダルもありましたし、これなんか昔の ACG のサンダル感があってね。ACG でしたよね。ナイキかな？まあ、はい。あと、少し前ね、去年か一昨年バカ売れしたビッグスーシュのナイロンとか、まあ、ナイキで一番、ビッグスーシュナイロンが一番売れたらしいっすよ。靴とかよりも。はい。あと、まあなんか、ね、オールスターっすね。で、オールスターのこの黄色、珍しいっすね、かなり。なんだろう、このレモン黄色というかバナナ黄色は結構珍しくて、最近これ入ったみたいで、1万2000円で、確か日本製のやつで、これ結構いい黄色なんですよ。だから、まあ、その店員さんもね、ちょっとこれを買おうかなとかって言ってて、あと、まあ、リーボックのね、このダセいやつもかっこよかったです。はい、あと、まあ、このように、なんか、昔のやつと今のやつを合体させた、なんか、やつとか、あと、まあ、なんとなく、かっこいいのが、ピンクのスウェードのやつとか、この茶色のなんか栗色風味なんじゃないかなかのこのフォースワンとか、なんとなくね、ちょっと大人っぽい感あってかっこよかったです。あとは、まあ、T シャツだったりとか、まあ、店内こんな感じでブワーってスニーカー並んでて、あと、ゲルインストの180でしたっけ？これとかも、これはアトモス別注だったかな確か、のやつで、これもまあなかなかいいなぁ感あって、履き心地気になるんだぞ感ありました。はい、あとこちらが、僕が買った、カヤの5ですね。これかっこいいっすよね。やっぱね。俺、なんか最近ハマってる一足で。あと、ゲルマイなんかもありましたし、で、少し前に、カタカナブームがありましたよね。NMD だったからな。確かあそこら辺でも出てたんですけど。で、このカタカナ系のゲルマイもいいなとは思ったんですけど、僕はその、ゲルカヤノの方行ったんですけど、ゲルマイは結構その、外国人が履いてるイメージが強いかなと思ってて、あと、この辺はカヤの5とか、まあ、ゲルマイがブワって、まあ、入り口入ると並んでたんですけど、最近アシックスタイガーさんもやっぱすげえかっけえの出てて、なんか面白いですよね。なかなか被らないのがやっぱ特徴というかいいですよね。みんなナイキのレアなのしかやっぱ行かないから、そうそうそう。あえてのアシックスとかもすげえかっけえと思います。あとね、2階上がりますと、高知物産展みたいなのやってて、で、2階がもう、駄菓子屋さん風味感のなんか高知の、ものいっぱい置いてますよ感でした。だから高知県出身の方はもしね、2階、アトモス、ジョージのアトモスの2階行ってみたら面白いかもしれないです。芋けんぴとかありましたよ。あとこう、お菓子とか。なんかね、なんだろうな。昔の、
駄菓子屋さんとかのイメージ、ガチャガチャとかちょっと外に置いてありそうな風味なんじゃないかな感ですね。はい、あとなんかカレーですか、カレーとかなんかちょっと気になったんですけど、ちょっとね、あの芋けんぴとかも試食のコーナーみたいなあって、みんなだって芋けんぴ好きですよね。あとね、なんか ラーメンとかなんかいっぱい、なんかこうなんだろ、骨董品、骨董市みたいなの。はい、あとはまあなんかそんな感じでですね、2階がなんかちょっと変わってて、ちょっとあのギャップ、あのなんだろう、1階と2階のギャップにちょっとびっくりしちゃうんだけどね感で、でもなんかまああのそうですね、こうドレッシングなんかも売ってて、まあなんだろう、まあ、高知のを楽しみたい方ぜひ2階に行ってみても面白いんじゃないかな感のお店でしたね。はい、このね、あのなんだろう、ささみみたいな、なんかカツオか、カツオでした、あ、美味しそうでした。あとらっきょうとかね、らっきょううまいっすよね、なんか夏にらっきょうとかやっぱうまいっすよね、カレーにらっきょう風味なんじゃないかな感ありますよね。はい、ということでね、僕もねちょっと、二足買いしてしまったんですけど、まあまた近いうちそう紹介いたします。はい、すごい居心地のいいお店でした。ということで今回はアトモス吉祥寺、そうジョージタウンのアトモスで行ってきた様子をお伝えいたしました。以上です。どう、チャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかな感だったら、ぜひグッドボタンお願いします。以上です。どう。